アサシンクリードローグのゲームデザイナーマイケル・ハンプトンです。このゲームのデモンストレーションをぜひ楽しんでください。主人公のシェイはかつてアサシンでしたが、テンプル騎士団に転身し、北アメリカのアサシン教団の壊滅を誓います。ニューヨーク、リバーバレー、ここカナダのノバスコシア州からニューファンドランド島にかけての北大西洋が舞台です。この海域は18世紀に起きたイギリス・フランス間の7年戦争で主戦場でしたが、その結果がその後のアメリカの植民地支配に影響してきます。主人公はテンプル騎士団として数多くの場面でイギリスに味方します。画面左に見えるヘイザム・ケンウェイは本シリーズの過去のタイトルにも登場しています。本作の回線では最新のゲームプレイが楽しめます。テンプル騎士団の資産は潤沢であるため、プレイヤーが船長を務めるモリガン号も当時の最新の武器を装備しています。前方ではフランス軍が立ち入り禁止区域を見張っています。攻撃しましょう。射程距離の遠い敵には迫撃砲、速度の速い敵の場合にはテンプル騎士団の新しい大砲の一種カロネードで動きを止めることができます。高速で接近すればラムによって敵の船体に多大なダメージを与えられます。速砲という昔ながらの武器もあります。ダメージを与えることで敵の船の弱点があらわになります。ご覧のような初期の機銃パックルガンを使えば好きなところに狙いを定めて撃つことができます。敵の船が追ってきました。こういう時は燃える油という新しい武器が有効です。見ての通り海面に広がる炎が敵の船を燃やしてくれます。戦利品はいつでも船のアップグレードに利用できます。ではさらに説明を続けましょう。左手に並んでいるフランスの軍事施設には侵入できます。施設の攻略はイギリスへの援助だけではなく、テンプル騎士団のミッション遂行にも役立つことがあります。しかし今は北大西洋で難破したサファイア号を目指してこのまま進みます。海面が氷に覆われた場所を切り抜けていかなければなりません。この船には砕氷ラムがついているので簡単に氷を砕けますが、本来は船のアップグレードによって手に入るものです。また攻撃してくる船がいます。船の方が茶色いことと強力なラムがついていることからギャングの船だと分かります。この船を襲う気なのでしょう。ギャングはアサシン教団の仲間で賞金レベルの高いプレイヤーを襲います。ラムが突き刺さりました。同時にギャングが次々に乗り込んできます。味方のクルーを多数失う前に追い払わないといけません。発煙弾を使って敵の動きを封じるのがベストです。敵を素早く倒すことができ優位に立てます。敵の船長です。アサシン教団に高度な戦闘技術を仕込まれており強力です。ロープダートなら倒せるでしょうか。やりました。船長は死に乗組員は投降しました。新たな船とオプションを手に入れたのです。船を艦隊に加え味方のクルーを船長に昇格させます。イギリスへの援軍としても派遣できます。航行中に現れる氷山はどんどん破壊していきましょう。視界が開けますし、中からアニムスの断片や冷凍貨物が出てくることが多いからです。氷山は戦闘中には遮蔽物にもなります。北大西洋を航行中は遠くの方に軍事的な動きを目撃することもあります。
フランスに捕らえられた捕虜を解放することもイギリスを助けることになります。拿捕された船にはまだ捕虜が乗っていて、2隻の護衛艦がついています。撃沈しないと捕虜は殺されてしまいます。しかし今は先に進みましょう。近くにはクジラの漁場もあります。北大西洋ではクジラやサメを森で突く機会もあります。それらを狩れば武器や鎧に加工できます。新しい海の生き物が現れました。北極圏に生息する一角です。しかし今回は目標であるナンパ船を目指します。クルーたちの歌声が聞こえますが、ゲーム中は20を超える船乗りの歌、中にはアサシンクリード4でおなじみの曲も登場します。オープンワールドの天候はダイナミックです。北極圏では不意に起きる暴風雪に視界を閉ざされたり、巨大な波や竜巻に襲われることもあります。ようやく目的地に到着しました。ナンパ船と化したソフィア号に近づきます。ナンパ船は貴重な宝の山、調べる価値はあります。それらしい場所をチェックしましょう。テンプル騎士団の鎧といったアイテムを見つけることもあります。ゲーム中にレリックを集めておくことが発見につながります。ホッキョクグマがいます。あれは遠すぎますが、この北極圏では狩猟の対象となる唯一の野生動物です。無事に攻略できました。この北極圏できらめく美しい風景を拝みましょう。前方で船の衝突事故があったようです。イギリスの船なら助けると貴重なアイテムが得られます。デモンストレーションは以上。アサシンクリードローグのエキサイティングな世界を楽しんでいただけましたか？UBI ソフトが見せるのは無限の可能性。個性的なキャラクターたちが飛翔する世界。見たこともない新たなテクノロジー。プレイヤーを捉えて離さない圧倒的なスケール。笑いだって不可欠。そこはまさに予測不能な世界。これからは画面のラインナップが登場。続々登場する UBI ソフトの情報をいち早くキャッチするには、ぜひチャンネル登録を。チャンネル登録はこちらから。